1984年のヤクルトスワローズでは、1984年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、竹上白岡監督の5年目のシーズンである。2年連続再開からの巻き返しを狙うチームは、東海大学の高野光をドラフト1位で獲得して、投手陣の強化を図り、また東映 OB のドバ正幸を新しく、 投資コーチに招聘してチーム再建を図った。開幕に連勝とコースタートを切るも、その直後から負けが込むようになり4月18日から8連敗。4月26日には竹上監督が休養し、中西太志ヘッドコーチが監督代行に就任。中西監督代行でチーム再建を図るも5月5日から8連敗で、 借金地獄に陥り中西監督代行が辞意。5月25日には、土橋投資コーチが監督代行に就任。竹上監督に代わって、土橋新監督が正式に就任したのは6月15日で、1年間で代行も含めて3回も監督が交代したチームは、投手陣の不信もあり、前半戦再開で終了。8月以降対応を抜いてでシーズンを終え、 かろうじて3年連続の再開は免れた。投手陣は、ルーキー高野が、ローテ入りするも、ベテラン松岡博士や井本隆が衰えたこともあり、チーム防御率が再開の4.76と振るわず、最多非本塁打、最多失点を喫するなど、完全に崩壊。打撃陣も、若松務や、ボビー・マルカーノが奮闘するも、前年引退した、大杉カツオの穴を埋めることはできず、 チーム本塁打は101本で5位に終わった。対戦成績は優勝の広島も含め上位陣に大きく負け越し、4位阪神に15勝11敗と勝ち越すのがやっとだった。ありがとうございます。